宝座の前で祈る、聖大はシリーの一個に聖へ、オーワシリー聖体礼儀は、聖教会における、聖体礼儀の種類の一つ。聖代はシリーの聖体礼儀、オーワシ、リーの聖体礼儀、オーワシリー聖体礼儀,体礼儀等とも表記される。四世紀のキリスト教の聖人、ケサリアの大主教聖大はシリーによって編纂されたと、される、聖体礼儀であるためにこの名がある。 一般に見受けられる、大シレイオスの典礼といった表記は語訳である。聖、大和シリー生体礼儀は、年間10回のみに行われる回数が限定される、生体礼儀の種別である。聖、大和シリー生体礼儀を特に行うように指定された、この10回を除いた、生体礼儀を行うことができる日には、聖コンクヨ予案生体礼儀を行う。法典礼儀。 啓蒙礼儀、信者の生体礼儀の三部からなるという基本的な構造の骨格は、聖コンク安生体礼儀と変わらないが、細かい違いは存在する。以下の日に、聖、大オシリー生体礼儀を行うよう定められている、礼拝の意味があることから、聖教会の、聖、大オシリー生体礼儀のことを、大橋レオスの天礼等と訳出するケースが、一般に参見されるが、 これらは語訳である。確かに、正教会においても、リタジーは、教義では、正体礼儀の語義がある一方で、講義には、方針礼という語義がある。しかし、英語のディバインリタジーは、正教会にあってはこれ以上の就職語を伴わずとも、正体礼儀を指す語である。また、 各国語で、タウプシロンイプシロンガンマラムダウプシロン、アルファーシグマイオタラムダイプシロンウプシロン、オブセイントバジルという、就職語がついている場合、生代ワシリーの名の就職を伴う、方針例は他に存在しない以上、リタジーに生体礼儀以外の意味はありえない。つまり、ダイバシレオスの天礼とのわけについてはという、二重の誤りが存在する。なお、生体礼儀を、 正教会のミサと呼ぶケースも稀に見られるが、正教会の生態礼儀をミサと呼ぶことは、英語圏でも少数例にとどまり、世界各国の多くの正教会でミサと呼ぶことはないか、極めて稀である。バシリオス・ケサリアス、ケサリアのバシリオスとのい現代のギリシャ正教会にも関連するものであるため、現代ギリシャ語天者を本校では採用。古典再建音では、 バシレオスカイサレアス。生体礼儀、方針礼等の正教会の語彙 2& 語訳礼、ABCDE。ABCD、e、ぜありがとうございます。